はい、ということで今回は覚醒7フルブーストの18号女戦士で使っていこうと思います。とりあえず火力寄せの Z アビリティ要因打撃攻撃力上げのキャラクターが多い女戦士で火力寄せでやっていこうと思います。お願いします。相手ベジータ一家ですね。さあ18号初の仕様なんですけど、ちょっとこれはさすがに紫通ってなさすぎるんでビーデル連れていきましょう。ビーデルもね結構強いんで、最近ガシャリまくって6突いったんで、使ってあげれるかなということでよろしくお願いします。18号の性能が本当に僕好みの性能で来てくれてよかった。泥足がついてるキャラクター、あと敵に対峙した時に気力回復するキャラクターは本当に大好きなんでよろしくお願いします。さあ始めましょう。さあとりあえず回避見て射撃 OK。 さあ18号泥足あるんで強っ。出てくるかな、出てくる。で、退治するたびに泥足つくんで、今2段階アップですね、泥足。あ、必殺引くのか、そこ。それはダメだな。それはダメだ。いや、硬い。あ、てか、これ18号で特殊持ってきてるんで、ケウラが特殊で回復めっちゃできるから、かなり受け役で使えますね、序盤の。そうだそうだ、そういう感じで使うこともできるんですね。はい、序盤は、ケフラで18号で持ってきた特殊で、攻撃受けれるっていうのが強い。で、時止めもね、もちろんできるんで。はい、アーツ、なんか売ってますね。縛って OK。156で縛りました。まあ、とりあえず18号で退治させて、こいつを落として、で、もう一回退治して、これで泥足2段階ですね。で、変身してきた。で、ここで僕も、時止めしましょう。何もしてないか。見ようか。跳ねてますね。これタックルで避けさせてライジングでいいや。はい、まだ縛ってるんでライジング避けれませんと。よーし、これですよ。すごい、完璧に求めてました、これを。強い、超火力。一戦、いや、しかも見てこの18号のアーツスリーブのね、美しさね。これも完全に僕、女戦士使いになりたいですね。なろうかな。なっちゃっていいですか、自分。自分リツイートいいですか。ちょ、女戦士使い特許申請取っていいですか、自分。実況社会の女戦士使い枠、特許申請取っていいですか、自分。それも耐えるっしょ、全然。こいつね、常時ひだめカットもついてるんで。うん、いいね、いいね、いいね。全然いい、全然いい。あ、なんか、タックルになっちゃったけど、まあ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 。いや、すごくいいです、この性能。すごくいい。最高だ、これ。はい、ありがとうございました。いやー、これはいいね。めっちゃ大好き、この性能。はい、ということで2戦目よろしくお願いします。超火力アタッカー。超高速、ドロー速度アップキャラクターみたいな感じですけど。はいはいはい、最速取った。で、これ18号で殴って、で、絶対変えてくるんで1段階外しましょう。オッケー。で、泥足2段階つきました。やばくね？で、サイヤ人キラーでこの火力ね。やばい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 。やばいやばいやばい。マジやばい。止まらん。強っ。あ、待って、なんで跳ねてんの？今ね、寝起きなんですよ、完全に。言い訳とかじゃないですけど、昨日さ、ギルドバトルのせいで、ちょうどこの時間寝てたんで、終わりかけの時間に寝てたんで、生活リズムがね、今寝る時間になってるんですよ、僕。ああ、最速取られる。まあまあいいでしょう。常時ひだめカットもあるのが本当に優秀。で、最近ベジータ一家めちゃくちゃ流行ってるんですけど、やっぱサイヤ人キラーもあるんでね。うん。はい、さすがにこっちで受けて。さあ、とりあえず変身して。あー、射撃押しちゃった。相手色的にめちゃくちゃ通ってるんでね。オッケー、見えてるよ。お、いいね。ビーデルも見えたって言うんだね。で、縛って、141で縛ったよ。よし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 。いや、待って、なんかタックルの反応もだいぶ鈍いですね。完全に今18号のためだけに起きたんで。で、もしかしたら眠くなかったら、それ外れてない？だよね。オッケーオッケー。眠くなかったら夜フレマライブやりたいなーって思ってるんだけど、どうしよう。需要ありますか？さあ、火力も上げて、はい。まあ、究極圏内なんでね、これ。ありがとうございました。
はい、ということで、よろしくお願いします。再生か。再生か。赤セルがな。赤2枚くんのかな、これ。でも、リブリアンも入れてますからね、僕。出す気ないけど。ちょっとリブリアン、まあ、交代禁止あるとはいえ、ちょっともう時代遅れなんで、さすがに。うん。まあ、めちゃくちゃ弱いかと言われると弱くはないんですけど、多分火力が足りないと思う、今の時代。ただの交代禁止ババアみたいな感じ。あ、でもあれか、リブリアン特殊は確か強いよね。敵全体火ダメアップだから、そういうので18号が持ってくる特殊であれする、よろしくお願いします。あれするのはいいかもしれないね。オッケー。いやー、これ出てくると思うんだけどな。ずらしましょう。うわー、これ外してたらね、爆アドだったんですよ。ドロソクつきつつザマスに有利取れて、しかも、裏黄色しか出せないっていう状況を作れたんですけど、まあ、まあまあまあいいでしょう。打撃キャン振って、跳ねてないのかな。あ、跳ねてんのか。二連回避しようか。見ようか。あー、通常ね。オッケーオッケー。はいはいはい。強い。やばい。強すぎ。で、打撃打つたびにね、打撃、よだめが上がってくんで、もうケフラの完全上位互換だよね。ケフラは打撃しか上がらないんですけど。やばい。本当にやばい。強すぎ。いくら変身前セルとはいえ、削りがやばいですね。いや、タックル多いな。とりあえず、ちょっと交代使い回しすぎたんで、ケウラのゆっくり通常流して、時間しっかり稼いでいって、アーマー待ちしましょうか。オッケー。タックルからコンボ入ること多いな、この人。はいはいはい。いや、これね。で、これさすがに、特殊まで積んだんで変えてくるでしょう。オッケー。いや、強い。めちゃめちゃ強い。やばい。で、泥足が今3段階ついてると思います。やばいやばい。ちょ、待って。圧がやばい。圧がやばい。で、射撃撃つたびに気力回復していくんで、やばい。マジで無限コンボ状態。やばいやばいやばい。ガチで無限コンボ状態入った。無限コンボモード入ったんだけど、やば。いや、これさすがにどうだろう。変えてくるでしょう。いや、変えてこないのか。いやいやいや、やばくね、今の。これさ、うまく噛み合わせれば、18号ドロ速3段階ついて、で、しかも射撃撃つときに気力回復あるんで、コンボ無限に続きますね、こいつ。はいはいはい、タックルは効きませんよ。さすがに出てくる。オッケー。さあ、悪魔だな、この18号、マジで。で、もう誰も受からないんで、必殺で。よし。やばい、本当に強い。何もしてないか。それはトスキある。いやー、これ、相当楽しいぞ、18号。タックルかな？あー、今度射撃から来る。この性能ですよ、僕が待ってたのは。まあ、ただね、女戦士と人造っていう、今環境トップじゃないパーティーでしか使えない性能なんで、まあ、いいバランスだと思いますね。あー、読んじゃったけど。まあ、よっぽど女戦士人造が使いたいよって人以外は、って感じなのかな、やっぱ。はい、お願いします。ラストベジータ一家めっちゃ多いな。どうしよう、LF ベジータがしっかりと6突してるんで、これでいきますか。LF ベジータみたいなね、待機カウント短縮系の、キャラクターにはビーデルの、まあ、実質縛り効かないんでね、あんまり。ビーデルは縛りというより待機カウントを延長するんで、待機カウント短縮系のキャラには若干弱めなんでね。はい、ということでよろしくお願いします。いや、すげえ楽しい。最速でかい。さあ、相手、これ大丈夫か？あ、黄色で受けてくるんだ。さあ、これで2回退治してるんで、ドロー速今2段階上がってるよね。いや、強っ！トランクスのカバチェンの上からこれはやばい。完全に火力インフレしてますもんね。ちょっともう一枚集めましょうか。あー、ちょっとこれ最速取られるかもしれないな。入った。オッケーオッケーオッケー。いや、理不尽すぎるな、このコンボは。あ、入っちゃった。やばいわ、これ。やばすぎる、マジ。で、さっき特殊使ったんですけど、呼んだ特殊なんで、
こっちは素で引いた特殊なんで多分読まれない。アーツがマジで可愛い。スリーブが最高すぎる。よし、これはやっぱいいね。レジェンズ好きなキャラ、好きなドラゴンボールキャラを動かせるっていうあれがもう今一番体感できてる気がする。なんか18号実装されたばっかの時僕そんなに使ってなかったんだよね。だからあんまり使ったことないんですよね、強い18号っていうのを。いやだからすごい嬉しいなこれは。さあ相手紫なんでもうどうしようもないでしょう。入った、もう究極でワンパンでしょこんなん。さあ、まあ、ブルーですけど、原作ではこれスーパーベジータにやってた技ですけど、ドン。いや、すごい。これはちょっとね、レジェンズモチベ上がりましたね。はい、ということで、とりあえず18号普通に女戦士で使ってみたでした。ちょっとまた別のパーティーで撮ろうと思うのが何個かあるんで、よろしければチャンネル登録お願いします。いや、これぶっ壊れだな、本当に。